杉は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、川型駆逐艦の9番艦である。同盟艦に、松型駆逐艦の杉があるため、こちらは、杉や、杉愛などと表記される。1914年11月24日、大阪鉄工所桜島工場で起港。1915年2月16日に浸水し、同年4月7日竣工。第一次世界大戦では、 1917年から1919 19年までシンガポール方面警備と地中海の海上護衛に従事した。1932年4月1日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦報に基づく。軍艦基本計画資料シート14、艦馬艦正常備状態の値として、 全長82.906メートル、水線長82.308メートル、水線間長79.260メートル、水線幅7.325メートルとしている。日本の地区間 P293 では、全長82.29メートルとしている。戦士総書31海軍軍船備一不評大、1、その2、 大正9年3月町官定用目等、一覧表その二駆逐艦による暗式 12cm 砲、戦士総書31海軍軍戦備一不表第1、その2、大正9年3月町官定用目等、一覧表その二駆逐艦による暗式 8cm 砲、ありがとうございます。